悪魔城、ドラキュラ、悪魔城、ドラキュラ、悪魔城、ドラキュラ、英来は、コナミ、現、コナミデジタルエンタテインメントから1986年9月26日に発売されたファミリーコンピュータディスクシステム用ソフトのアクションゲーム。ヴァンパイアハンターの主人公が吸血鬼ドラキュラを討伐するため、数々の怪物が救う悪魔城内を様々な仕掛けをかいくぐりながら進んでいくラーアクション。コナミのディスクシステム参入第1弾のソフトとして発売された。また、その後同社より発売された一連のシリーズを指す。欧米では、キャッスルバニア、キャッスル=城とトランシルバニア=トランシルバニア地方を合わせた造語というタイトルで発売されおり、これが悪魔城、ドラキュラシリーズの英語でのシリーズ名である。シリーズ初期の頃は、日本国内での英語代表記は、ドレアキアラであったが、後に、欧米表記に合わせ統一された。日本でも、キャッスルバニアというタイトルで発売された作品もある。ドラキュラ伝説が残る中世ヨーロッパのトランシルバニア地方が舞台である。主人公は英雄、クリストファーの血を引くシモン・ベルモント。当時のファミコン用ゲームとしては、ゴシックホラーを原調にした、リアルタッチなキャラクターや背景などのグラフィックアートと、ハイセンスな音楽、硬派なゲーム性が組み合わさって、独特の世界観を生み出した、本作のコナミ広告チラシには、スーパーリアルタッチのアクションゲームと銘打たれていた。開発スタッフは数多くのホラー映画を見て作品作りの参考にしたという。タイトル画面では映画のフィルム上に悪魔城ドラキュラと書いてあり、エンディングのスタッフロール表記では古典的ホラー映画へのオマージュのような名前になっているなど映画的な演出も見られる。ディレクターはHitoshi Akamatsu。メインプログラマーは、Mitsuhiro Okade、音楽を作曲したのは、山下絹代とSatoe Terashimaで、その曲調は、ドラキュラサウンドとも形容され、後のシリーズ作品でもアレンジされ続けている。本作は当初ファミコン本体カセット用に開発されていたが、途中でディスクシステム用になり、楽曲にはディスクシステム専用音源は使われていない。ゲームの基本システムは、当時一般的であった。2D 横視点スクロールのステージクリア型、ジャンプアクションのシステムをおおむね踏襲している。基本武器は、無知というのが特徴的であった。連数は全6ブロックで6体のボスが待ち受ける。なお、タイトルにドラキュラと入っているが後述のキャラクターを見てもわかる通り、西洋の伝統的な怪物の他映画や小説に登場する怪物など、実に、多彩な怪物たちがごったに的に登場する。当時ゲーム売り場などの店頭に設置されていたディスクシステム用ディスクカードのゲームソフト書き換え機であるディスクライターでは1986年12月10日から書き換え可能になった。書き換え料金は500円。製品版にはディスクカードを書き換えた時のためのディスクカード用タイトルシールの予備が付属されていた。1993年にはファミコンの周辺機器だったディスクシステムが完全に衰退していたため、同じディスクシステム用ソフトだった燃えろツインビーシナモン博士を救え、バイオミラクル僕ってウパと同時期にファミコン本体用のカセット版が発売された。ゲーム内容は全く同じ内職版であるが、イージーモードの追加、セーブができなくなったというディスクカード版との違いもある。当時はファミコン自体もすでに衰退してスーパーファミコンがメインの時代であり、このカセット版は生産数も少なかったためか中古市場ではプレミアがつき高値で取引されている。2004年にはゲームボーイアドバンスに移植され、任天堂のファミコンミニディスクシステムセレクションシリーズの一つ29番として発売された。ディスクシステム版が忠実に再現されており、セーブも可能。パッケージなどもディスクシステム時のパッケージデザインを模したデザインとなっている。その後はインターネットのポータルサイトの i-revo や Wii、Nintendo 3DS、Wii U のバーチャルコンソールでダウンロード配信もされている。なお、サブタイトル等がついていない同名作品として他に MSX2 版、アーケード版、スーパーファミコン版、X68000 版の悪魔城ドラキュラがあるが、これらは移植ではなく、それぞれが独自の芸内容に作られており、作品としては一つ一つ異なる別物である。また後述の携帯電話アプリ版は、ファミコンディスクシステム版のリメイク移植である。他に、海外のパソコンで、ファミコンディスクシステム版をベースに作られた、IBM PC、MS-DOS 版、コモドール64版、アミーガ版もそれぞれ存在する。悪魔城ドラキュラが単独の作品名称として用いられる場合、シリーズ第一作であり最もポピュラーなファミコンディスクシステム版のことを指していることが多い。全6ブロックであり、各ブロックは3つのステージで構成され、全18ステージとなっている。ステージとステージの境目には扉があることが多く、潜ることで次のステージへ進む。各ブロックの最後にはボスがおり、倒して赤い玉、魔力の玉を取ると、ブロッククリア。最終ステージの城の最上階のドラキュラを、倒し魔力の玉をすべて取れば、ゲームクリア。画面上のステータスでは、シモンのライフのみならず、ボスのライフも並んで表示されており、一部のボスは、登場の演出も凝っている。シモンの攻撃は、基本武器の無知と、アイテムとして、手に入れるサブウェポンで行う。無知はタイミングを合わせて攻撃する必要があるものの、当たり判定が長く、複数の敵を一度に倒すこともできる。アイテムの鎖で最大2段階まで無知を強化できる。サブウェポンは5種類あるが、1つしか持てず、アイテムのハートを消費して使用する。ハートの初期値は5個、カセット版の EG モードでは30個。敵が発する火弾などの飛び道具もシモンの攻撃で破壊できるか、あるいはかがり火やろうそくを破壊するとハートなどの各種、相手が出現する。特定の壁やブロック中に隠されていることもあり、敵を倒した時にアイテムが出ることもある。ジャンプは決まった幅で飛ぶ。ジャンプ中に軌道修正はできない。マップの中には階段があることも特徴で、十字ボタン上下で昇降する。ダメージを受けた時シモンは跳ね飛ばされ、この際一切の操作を受け付けない。階段昇降中は跳ね飛ばされない。跳ね飛ばされて転落死する場合もあり、ゲーム難易度を高めている要因の一つとも言える。EG モードではダメージを受けても跳ね飛ばされなくなっている。一方で、跳ね飛ばされることによってショートカットできる場所もあり、熟練者による短時間クリアなどでは時折活用されるなど、難しいが上達しがいのあるゲームデザインになっている。シモンのライフは16メモリで表示され、敵の攻撃やトラップに触れると、シモンのライフが減っていき、ブロックによって減り方は異なり先へ行くほど多く減る。例になるとミスとなり、シモンの残機を1失う。初期プレイヤー数は3。穴などに落下したり一部のトラップに触れたりすると、ライフの残量にかかわらず、ミスとなる。なお、各ブロックにはクリアまでの時間制限があり、残り時間が0になった時も、ミスとなる。ミスすると無知の強化状態や所持アイテムが初期化され、EG モードでは初期化はなし、そのステージの最初から再スタートとなる。シモンの残機数が0になると、ゲームオーバー。この時に、コンティニューすると、そのブロックの最初から再スタートとなる。ゲームオーバー時にはセーブすることも可能。セーブファイルは3つも用意されており、最初のゲーム開始時に名前を登録してスタートする。またスコアが設定されており、敵を倒したりアイテムを取ったりすると増加することもある。スコアが一定数値に達するとシモンの残機数が1増え、ブロッククリア時には残り時間とハート数に応じてスコアが加算され、ハートの数は0になり、次のブロックはまた5個の状態でスタートする。また、シモンのサブウェポンや無知の強化状態は次のブロックへも持ち越される。アイテムは基本的に取ったその場で効力を発揮する。背景のブロック壁の中に埋まっていたり、特定のポイントに移動することで出現する隠しアイテム的な存在もある。サブウェポンは B ボタンで使用できる。使用すると懐中時計以外はハート1つ、懐中時計はハート5つを消費する。別のサブウェポンを取ると取得中のサブウェポンは入れ替わってなくなり、連射アイテムも取り直しになる。斧、聖水、クロスで一投で2匹以上の敵を倒すと、ボーナス点が入ることもある。中世ヨーロッパの平和な小国トランシルバニア。この国には、魔王ドラキュラは100年に一度、キリストの力が弱まる頃に邪悪な心の人間の祈りによって復活し、復活のたびに、魔力は強くなるという伝説がある。ドラキュラは過去に一度この世に復活したが、要暗黒の雲で覆い闇の世界に君臨せんとする。ドラキュラの野望は英雄クリストファー・ベルモンドとの死闘の果てに打ち砕かれ、トランシルバニアの片田舎で再び眠りについたのであった。それから100年が過ぎようとしていたイースターの夜、街ではキリストの復活を記念した盛大なカーニバルが、催されていた。一方、その時町外れでは荒廃した修道院跡で邪教徒がドラキュラ伯爵なきがらに人の生き血を注ぐ黒ミサの儀式を行い、不死の生命を復活させようとしていた。突如邪悪な雷雲が町を覆い、一筋の稲妻が修道院を貫いた。ドラキュラが再びこの世に舞い戻ったのだ。この危機にベルモンド一族の血を受け継ぐ青年シモンは、父譲りの不思議な力を秘めた無知を手に、一人、ドラキュラの城へと乗り込んだ。コナミの運営する携帯電話向けコンテンツサイト、コナミネット DX で2004年2月18日に配信されたファミコンディスクシステム版のリメイク移植作品。グラフィックや楽曲が本作用に新規に作り直されている。タイトルは、ゲーム画面ではファミコン版と同じタイトルデザインで、悪魔城ドラキュラとなっているが、コナミサイトなどでは、悪魔城ドラキュラ完全版である。これは、以前の2002年2月18日に、同サイトで配信された、携帯電話アプリ版悪魔城ドラキュラも存在するため、区別するための名称と思われる。2002年版は、グラフィックなどは、リメイクされておらず、ファミコン版の劣化アレンジ移植であった。完全版は、そのリニューアルにあたる。売り切りでない携帯電話アプリ版をプレイするための月額利用料は他のコンテンツも含めたコナミネット DX 自体の情報利用料。携帯電話の対応機種等はコナミネット DX に掲載されていた。モーバ 505i シリーズなど本作を容量に収めきれない携帯電話機種では前編、後編の2つに分けて配信され、ホーマ 900i シリーズなどでは一つのアプリで配信された。ゲームシステムやストーリー、キャラクターはファミコン版と同じ。グラフィックはドット絵をすべて一から作り直して強化され、BGM も携帯電話音源用に新たに全曲アレンジされている。ステージはファミコン版と同じ全6ブロック18ステージで構成も同じであるが、所々カットされ、長さは多少短縮されている。2周目もある。チュートリアル、解説者はゾンビ付きの無料の体験版も配信され、ステージ2の半魚人ゾーン5までプレイ可能。本作はゲーム雑誌ファミコン通信のクロスレビューで 8.89.9 の計34点、満40点でゴールド殿堂入りを獲得。ただし当時は殿堂という呼称はまだなかった。レビュアーの意見としては点数を競うゲームじゃないのに、点数だけの意味がない隠れキャラが多すぎるのは、ちょっと疑問、アイテムを集めて回るってパターンが、グーニーズに似ていくこともない、画面も綺麗だし、飽きが来なくていい、グラフィックが綺麗。その分、動きがやや単調のような気がするが、久々に大人も楽しめるソフトになっているなどと、評れている。また、同種の86年ベストヒットゲーム大賞では、グラフィック部門賞を受賞した。ファミリーコンピュータマガジンでは、1986年のファミマガゲーム大賞において、この年に発売された全120タイトルの中で、ゼルダの伝説、ドラゴンクエストに次いで第3位を受賞し、同誌の読者投稿によるゲーム通信簿、レビューでの平均点は、下記の通り 20.65 点、満25点であった。ゲーム通信簿のディスクシステム全作品の部門別ベストでは、音楽1位、操作性1位、熱中度4位、オリジナリティ2位、総合評価5位であった。また、同紙1991年5月24日号特別付録のファミコンディスクカードオールカタログでは、マップの広さや膨大な面数を売り物にするゲームの多い中、背景の緻密さ、キャラクタのリアルさに重点を置いて作られたのがこの悪魔城ドラキュラだ。シモンの操作性も非常に良く、ゲームの展開もスリル満点なのだが、後半のステージの難易度が少々高すぎるかもしれないと紹介されている。世界設定等の異なる作品や、派生作品なども合わせ、ここでは関連作品をリストアップした。以下、作品名、日本国外で発売されたタイトルは、英語での題名も記する、発売日、対応機種の順に記。個別ページがない作品や移植作などについては簡単な説明も記する。発売元や開発元が表記されていない作品は、コナミ。先述の通り持ち株会社化以降は、コナミデジタルエンタテインメントよる、開発、発売である。その他、開発中止作品として、2000年頃、ドリームキャスト用に、北米で発売予定だった、アメリカのコナミで制作されていた 3D アクションゲームがあり、タイトル未定、企画段階なまま頓挫したものは、メガドライブのスーパー 32X 用作品や、2008年頃発表されたプレイステーション3と Xbox 360用作品ロード・オブ・シャドウではないがある。他に2000年代中頃にアメリカでの映画化、アニメ化の話なども出たことがある。2017年7月にNetflixにて悪魔城伝説をベースにした海外制作のオリジナルアニメシリーズのシーズン1のネット配信が開始された。2018年10月にシーズン2が開始され、シーズン3の配信も告知されている。初期のリアルさ、硬派な雰囲気といった世界観はシリーズが進むに従って変化していった。1993年の地の輪廻では、初めてアニメーションのデモシーンが挿入され、キャラクターイラストもアニメへとなった。1997年の月下の野草局では、ゲームシステムが大きな転換点を迎える。RPG の要素を深め、従来のステージクリア形式からメトロイドシリーズに類似したマップ探索、アイテム収集型のシステムに転換がなされたほか、キャラクターデザインには小島あやみを起用し、これまでと異なる単美的な世界観を打ち出した。難易度的にもハードルが下がり、販売本数も好調であったが、この成功により以降はストイックなステージクリア型のアクションゲームから探索型のアクション RPG が主流になっていく。月下の野草局以後ゲームシステムが大きく変化し、装備やアイテム、マップ探索の要素が加わっているが、そのような作品でもゲーム本編クリア後にマップ探索を除くこれらの要素を排除したおまけモードが隠されている場合があり、本編とは別のキャラクターを操って、ステージは本編と同じ初期の作品ほどではないものの硬派なアクションが要求される。また作品数が増えるにつれ作品内の年代設定、ストーリーを年表として書き出すと矛盾も生じだし、初期のドラキュラは100年に一度復活するという設定が必ずしも守られなくなったり、一部の作品のストーリーが年表上は外伝扱いに改変されたり、新しいストーリーで作品が作られたりと、設定、ストーリー等は作品ごとに後から変えられてもいる。1999年発売の目視録からは 3D フルポリゴンの作品も制作されるようになった。ただし、主に携帯ゲーム機用として 2D ドット絵の作品も制作されている。シリアスでダークなゴシックホラーの世界観の本シリーズであるが、月下の野草局以降はゲーム中に時折お遊び、パロディ的な要素が挿入されていることもある。基本的にゲームの本筋には関わらない形での登場であるが、サブイベントから敵やアイテムの説明文など様々である。また、PS2 版、キャッスルバニア以降の作品では、公式サイト等に開発スタッフ自身、主にシズモンというスタッフが描いているが手掛けたコミカルな4コマ、漫画やイラストが掲載されていることもある。欧州開発の労働部車道では、再びシリアスながらも、終始陰鬱な、重厚な雰囲気のダークファンタジーになっている。労働部車道は、その年発売のコナミのゲームで、北米で一番売れるなど、世界的に好調に売れて、悪魔城、ドラキュラシリーズで最も成功を収めた作品、2013年時点となり、悪魔城、ドラキュラ、キャッスルベイニアは、再びコナミの代表的なタイトルに返り咲いた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。